どうもチーズボーイです。トローリーインハワイ、あの宮崎ルイ姉さん事務所の先輩に教えてもらったダイヤモンドヘッドマーケット&グリルにいるんですが、このですね、見てください、バラン、ブルーベリーチーズケーキマフィン、本当に美味しいということなんでね、ちょっと食べてみろと言われたので、今ね、ここ入って食べて食レポしたいと思います。やばっ、おいチーズ、めっちゃうまっ。クリームがサクサクなんですよ、生地が柔らかくて、クリームチーズがねガツンと効いてくるんですよ。そしてもちろんブルーベリーのね味が全部に染み渡ってて、おいしい、めちゃくちゃおいしい。これ1個でもかなりボリュームあるんでね、お腹いっぱいになると思うんですよ。あ、ブルーベリーの食感もいいですね。何よりも生地のふわふわ感が最高で、ハワイ来たらもう一回食べたいと思います。ダイヤモンドヘッドマーケット&グリル、何でも美味しいんで、皆さんもぜひハワイ行った際は行って食べてみてください。マジでうまいよ、宮崎ルイ姉さん、おいしい。